らって。はい、これあれですね、削り量も正確に。そうですね、はい、すごいですね。その最初にどの状態持ってから持っても重要ですよね。でその後どういう削り方をするかっていうのもさらにもちろん重要になります。剃りすぎてるネックだったらどういう方法をとっても削りが増えてしまう。一旦はロード競争でネックを追い込むっていうのは重要。どうも皆さんこんにちは、ベーシストのぶです。今日は、ちょっとねリペアから上がってきたベースたちがありますので、このマイクルールのジャズベースとプレベをちょっと修理にリペアに出したんですけれども、まあ、ただリペアに出したっていうよりかは、まあ、知ってる人は知ってると思うんですけど、プレックっていう機械で調整するやつを初体験してきまして、今までは人の手でやってもらっているところでやってもらったんですけど、プレックっていう機械でやってもらいました。うん、もうすごくいい状態でやってもらいました。プレックはなんか僕もそんなに詳しくないんですけど、フレットのすり合わせも機械でできる、まあ人の手よりも精密にできるっていうことで、すごく余分なフレットを削らなくていいっていうメリットがあるみたいです。で僕が頼んだのは、このジャズベースはフレットの擦り合わせとトータルなメンテですかね。でこちらのベースは、プレベってこのナットの幅がね、まあグリップのこのマイクロのプレベってジャズベースよりも太いんですよね。まあそれは音の関係でそうしてるっていうことなんですけども、ただ持ち替えた時にここの弦管の幅がやっぱ広かったんですね。だから2本持ってった時にやっぱり引き替えた時にするとやっぱり左手の違和感がやっぱりすごくあって、一つのライブとか仕事とかでこれ1本しか使わないってんだったらいいんですけど、プレベだけで全曲弾くっていうのはあんまりないんで、やっぱ持ち替えが必要になってくるんですけど、その時にやっぱり左手の違和感がやっぱりどうしてもずっと残るんで、今回思い切ってナットの交換をしました。でジャズベースと同じ幅にしてもらいました。なのですごく弾きやすくなりました。別にナットの幅が広かろうが狭かろうがサウンドには影響しないということになったので、じゃあ交換しましょうってことで交換しました。あとはセットアップをしました。僕も初めてプレックっていうのを目の当たりにしてちょっと感動しました。でプレックのいいところはこの楽器の状態を全部グラフィックで可視化できるんですよね。弦高の高さとかどこのフレットがどのぐらい盛り上がってるのかとかも全部可視化で分かるんですよね。ですごいのはトラスロッドを回して、まあ、例えば順反りがひどかった場合どのぐらい回したら改善するのかっていうのをシミュレーションできるんですよね。例えば、まあ、トラスロッドの回した時に順反りちょっと修正したらどんな感じになるのかってシミュレーションもできるし、ここのブリッジのサドルの弦高を上げたらどういう風な変化が起きるのかっていうのも可視化できるんです。シミュレーションできるんです。これは大きいですよね。だからあとフレットの擦り合わせをした後のシミュレーションもできます。だからどんだけ削ればいいのかも分かるしだからそれは勉強になりましたかね。あとビビリってありますよね。例えばこれはないですけど調整したら、まあどっかにこう音の割れっていうかバズ音っていうのがありますよね。このバズ音も考えによってはサウンドの一つなんで、全くなければいいのかって言われると僕はちょっとそれも違うかなと思ってて、だからこの音楽的に自分が心地よいと思うバズ音、その数値が何なのかっていうのも分かるんですよね。だから
あのバズ音のあの時のやつが良かったなと思ったらそれがデータ上に残ってるんでそれに戻すこともできるっていう、あらこれはまあ口で語ると難しいんですけど、まあ、実際皆さん体験すればいいんじゃないかなと思うんですけど、だからといってあの人の手よりもいいかって言ったら、まあ、そんなこともないわけですよね。だからそれを感覚、人の感覚でやる方がいい時もあるでしょうし、人の手でも、まあ、これびっくりしたんですけど、あのいろいろなこの調整したデータが残ってますから、例えばっていうなんかすごいいい状態のしかも人の手でやったやつをプレックでスキャンして見たんですけど、人の手なのよりプレックみたいにすごい精巧にやってる例もあるんですよね。だから何でも機械がいいってことじゃなくて、やっぱ人の手も素晴らしいですよね。機械はね、まあその辺の判断ができないですから、だからここのバズ音は音楽的にいいんじゃないかとか、そういうのも経験を通してビルダーが調整することもできますから、だからすごいなんかいろいろと考える機会になったかなと思います。まあ体験してみて後悔することはないと思うんですよね。前よりも悪くなるってことはないと思いますしですね、自分が何よりもまず自分の楽器の健康診断ができるってことですよね。今どんな状態なのかっていうのがもう精密に可視化できるんで、なのでスキャンするだけでも自分の楽器の状態を詳しく知ることができてすごくいいと思います。まあ、最近なんかこれをプレックを入れてるところも最近増えてるみたいで、黒沢池袋もあるって聞いたし、石橋もなんか入れてるみたいですね。店舗には入れてないってなんか言ってましたけど、リペア部門に入ってるとかなんか言ってたような気がしますし、もちろんエキゾチックな赤坂のところとスリークエリートさん、まあ僕は今回スリークエリートさんに頼みましたけど、そういうところもありますし、まあどこに頼むのがいいのかっていうのもちょっと僕も断言できないですけど、ぜひまあお近くのところがあったら体験してみてもいいんじゃないでしょうかね。では皆さん、今日はこんなところでありがとうございました。